まあここ最近ね、まあ両国も終わって俺はまた一からねこう出直しという感じで、まあいろんなことを考えていくわけなんだけど、まあこの昨日発表、昨日発表になった昨日だよね、一昨日か、うん、で一昨日発表になった、ファン感謝デーについてね、まあカードをまあ見てね、またね、トラ軍団、またかよっていう、ね、まあこの間も首絞められて散々な目に俺もね合わされてるし、だこの間は長い道だった、ダークナイト目当ての、ね、それとあのトラ軍団がね、もうなんかわっけわかんない風にごっちゃごっちゃになってるし、まあ、それはいいよ、もうやるのは、やる分にはいいんだけど、ね、そのカードを見てね、こうエボリューションのレスリング部とい う, うになってるっていうのは、うん、これなんだっていう正直こう思ったし、それは間違いなく佐藤お前がやったんだろうと。なんすか、なんすかじゃねえ、いやいやお前だろやってこうお前、うん、また結束でも固めようと思ってお前ネタ的にお前レスリング部とか行ったんだろう。どういう思考をしてたらレスリングをやれば結束が固まると思ってるんですか。頭おかしいやつの考えですよ、そんな僕なわけないじゃないですか、そんなのお前しかいないだろ。いやいやいや、毎回毎回なんでファンに感謝しなきゃいけないのに我々がレスリングしなきゃいけないんですか、おかしいでしょ。何レスリング、お前レスリングやってたの。いや、やってたけど、だいたいレスリングやるんだったら夏の終わりでしょ。え、なんでこのクリスマスにレスリングやるんですか。悪しき思い出ですよ、あんなクリスマスに毎年毎年和歌山連れてかれて、女なんかあのね、あの鳥取のあの由良育英の高校のあの女子マネージャーしかいないで、みんなでその女の子で悪いことしたって。女の子で悪いことしてんの。いや、もう自家発電です。そんな思い出しかねえよ、クリスマスにレスリング部の。いいよ、レスリング僕やるわけないでしょ。少しレスリングやることだったんだよ。だいたい負けたんでしょ、ね、負けたんでしょ、両国。お前だって負けただろう。ああ、負けましたよ、私も負けましたよ。え、もう真っ赤ですよ、負けましたよ。もうエボリューションなんかもう結束もクソもないですよ。だからお前がやり直すためにお前ああいう風にお前レスリング部やるやるわけないじゃないですか、僕が。なんでもかって僕のせいにしないでくださいよ。お前レスリング好きだろ、お前。好きですよ、でもそれとは関係ないでしょ。俺だってやってんのよ、レスリング。なんすか、やるんすか。やるんだったら今すぐここで勝負してやるよ。ふざけんじゃねえよ、お前。いい、いつでもいい。じゃあ、ワクワクさ、心配して。俺勝負してやるよ。来いよ、女の子。30秒ね、30秒。俺は付き合わないから、こういうのね。僕ちゃんと B 級審判持ってるんで大丈夫ですよ。一応俺と付き合って前、何レスリング教えてるからね。いやいや、だから、こういうところでいい。勝負するんでしょ、決着つけるでしょ。どっちが正しいかはっきりさせましょうよ、レスリング。こっち来い。はい。はい。先じゃねえよ、お前。30秒。30秒。帰るよ、簡単に、こんなん。はい、はい、でも俺、グランド強い。はい、コンタ。はい、ピ。あげあった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 俺じゃないですよ、俺じゃない。だから俺かどうかはっきりさせよ、グランド。なんだお前、いいよお前、リング上げてやるよお前、殴り合いでいいじゃねえかお前。だからダメですよそんなの、レスリングは紳士のスポーツなんだから。そうだ、今俺ハンカチ持ってねえけど、あ、用意してくるから。余裕どっち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 スリッパン切ろっつうの。いい、切る切る、どっち。なんだお前、いいレスリング。いやいいお前下だよ。俺今下なんだよ。なんでまた、おっしゃ、行ってやろう。ユラ育英にマット自身。あららららら。かけんじゃねえよ。レースがちゃんとしたところやる。お前だろ。レスリング部作るって言ったお前。もういいだろお前。やるんだろ。私です。よし。おめえがレスリング部作るってどうしたのこれ。もう僕でした、すみませんでした。仲直りしてください。レスリングもうシェイクハンドがあるから、ごめんなさい。
します。フォールだよ、お前。まだ。俺の夏終わった。いい感じですね。よし。じゃあ俺もやるよ。やるよ。いや、僕レズリーですか、審判ですか。何言ってんの。ちょっと言ってるよ。今、2人はやるけど、うちも審判です。おかしいでしょ。6人タッグで、うちのチーム1人審判だったら、2、3になるじゃないですか。おかしいでしょ。確かにおかしいな、これは。じゃあ頑張る。やろうよ。はい、頑張りますよ。よし、レスリング部。よし、レスリング部なの。エボリューションレスリング部でしょ、これ。あ、エボリューションの中にレスリング部が発足したとこね。エボリューション、現時点で4人いるうちの1人欠場で、もう1人覆面レスラーで、レスリング部ってもう5分の3ですよ。いいじゃん、団体戦勝てるんだよ。あら、行っちゃう、うん、東京オリンピック。あのこの業界ね、いろんなこうレスリングチームあるしさ、うん、そういうとこともね、戦っていかなきゃいけないかもしれないし。王道クラブ。おう、よし、よし、やろうよ。そうっすね。頑張りましょう。よし、頑張りましょう。アクションタックル入ってきたよね。タックル紳士のスポーツ、紳士のスポーツ、じゃあ紳士のスポーツ、うわっ。おいちょ、なんだお前。なんか違う来た。おい佐藤ひかる、てめえのなオチのね、つまらねえなコント終わるの待ってんのがつれえんだよこっちは。え、くだらねえコントやるんだったらな、もうちょっとオチ考えてからやれってんだよ。なんなんだよ。あ、ファン感謝でおめえらとやるの問題ねえよ。なんなんだよレスリング部ってよ。お前うっせえお前。え、また男が後ろ取った取られたでお前ヒーヒー言い合うのかこの野郎。ほら、何がレスリング部だよお前。いいね、ちゃんとやってろ。レスリング部だよな、なんだろうな。俺たちがお前クリスマスのよ、クリスマスイブにな、お前たちお前がっつり言わしてやるよ。来いよ、今やってやるよお前。やるかよこの野郎。俺とな勝負する前な、佐藤光もな、もうちょっとしっかり仕込んどけこの野郎。クリスマスイブお前たちがっつり言わしてやるよ。なんだ勘違いした。俺たちがやりたいのはアマチュアレスリング、あいつが言ってんのアマチュアリングスよ。ないよな。これいいきっかけにしてね、東京オリンピック、ね、そうも目指すか応援するのかよくわからないけどさ、とりあえずやってみてよ。いいものをまた生み出したいなと思います。よし、いいか。そうですね。まあエボリューションレスリング部発足とともに、僕たちは東京オリンピックレスリングを応援します。よし、出るんだよ。出るんだよ。目指すかどうか。うるせえ。おお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